今日ご紹介するのはプレミア公開させていただきましたこちらのマックスインさんのテーブルなんですけれども、実は私こちら個別で非常に商品良かったので、まあ、ノアボクシー SZ ついてないんで、まあ、これを買いました。でこのチェアテーブルの詳細は動画公開になってますので、まあ、機能性についてはそちらを見ていただければと思うんですけれども、まあ、ノアボクシーでこのチェアテーブルを使ってみての機能性についてを今日はご紹介をしていきたいと思います。で今もう完全に開いている状態で、かつノアボクシーの場合ですとこのようにロングスライドができます。ステップアゴの場合は少しロングスライドができない、まあ、私の今の現行のやつに関しては340までしかロングスライドできないんですけれども、こちらに関してはロングスライドが可能なモデル、まあ、580、ここが580までなんですけども、ロングスライドができます。でこのチェアテーブルをつけてみてどうなのかと。でチェアテーブルなんですけど、この乗り降りするときに畳まないと邪魔になるっていうのが今までのミニバンっていうのがありました。ロングスライドしないやつに関しては。で今回このノアボクシーに関してはロングスライドができますんで、もう普通にこのチェアテーブル自体はこのようにオープンにしている状態でも普通に乗り降りができるようになります。ここに1名それから2名ということで乗ってた時に、こっちから降りようとした時に、まあ、2人とも特にこのチェアテーブルを畳まずともそのままこうやって降りてしまえるということで、やっぱこのロングスライドとの組み合わせも非常にいいと、まあ、いうことがまず一つあるかなと思います。でもう一つは今これ見ていただくと高さが違います。でこれ特にチェアテーブル自体、これも高さもちろん変えられるんですけれども、これ運転席のシート高さが変えられます。でこのような形でシートの高さをこのように上げる、まあ、そうするとこのような形でチェアテーブル自体も高さがまあ調整できるということで、まあ、お子様の使い勝手とかもありますし、まあ、もちろん運転席の座ってるドライバーの座高の高さ等にもよるとは思うんですけれども、まあ、こういった形でシート自体でもこのチェアテーブルの高さの調整というのができるとまあいうこと、まあ、そこもすごく使い勝手としてかなり高い、まあ、ノアボクシーで使う場合なんですけれども、まあ、そういった使い方もできると、まあ、いうことになります。で実際のこの使い心地がどうかっていうことになるわけなんですけど、実際閉めてみたいと思うんですが、このような感じで、はい、で細かな詳細、まあ、実際にカップホルダーであるとか、このようにカップホルダーであるとか、ここ携帯も実は置けたりするし、でパソコン、MacBook なんかも置けたりもします。で、その辺の詳しい詳細は、まあ、Max インさんのプロモーション動画になっちゃうんですけれども、そちら15日にプレミア公開しますので、まあ、細かく見ていただければと思います。で、私の場合は今回思うんですけれども、まあ、このような形で、ここがもう平らな状態になってますんで、まあ、物を置いたり、まあ、パソコンを置いたり、まあ、仕事をすることもできるし、まあ、ここカップホルダーがありますんで、まあ、カップホルダー飲み物もここにも置ける。でノアボクシーの場合ですとロングスライドになってますん でロングスライドすればもちろんこっちのカップホルダー、これ SG のチェアテーブルになるわけなんですけど、サイドテーブルになるわけなんですけれども、まあ、ここにもちろん置くこともできるんですけれども、まあ、ここにも置けると、まあ、いうことなので、まあ、かなりこれを使うことによって車内のユーティリティというのは高くなります。ロングスライドするとこの膝の上にこのチェアテーブルがかぶりません。まあ、このように、まあ、大体ここまでスライドさせる、まあ、こんな感じ、まあ、子供さんにとってはすごく重宝するこのロングスライドが、まあ、ロングスライドさせればこのシートのこの足の上にこのチェアテーブルが乗っからないし、チェアテーブルを使って何か作業したいという時なんかは
このシートを前に寄せれば、もう可能な限りこのテーブルの近くに寄せることができるので、まあ、このような形で作業したり、あと食べ物なんかもそうなんですけれども、食べれると。で、純正のテーブルって結構シートにもう直付けになっちゃってて、ここまで伸びません、正直。なので、何かを食べたりするときとか作業したりするときというのは、まあ、あまり向かない仕様のものになってます。まあ、それは、車を運転してるときというのはできるだけ使わないでくださいっていうのが、まあ、もともとそういったガイドライン。まあ、法規上では決まってませんけれども、ガイドラインとしてありますし、まあ、メーカーとしては、まあ、あまり運転している状態で、まあ、危険となるようなものっていうのは、まあ、提供しないようになっているというのもありますので、まあ、あまり、こういった本格的な機能を兼ね備えたチェアテーブルっていうのが、まあ、使えないという、作れないという、提供できないという実情っていうのはあるわけなんですけれども、まあ、そういったところをアフターメーカーはしっかりと目をつけて、まあ、こういった本格的な機能性、さらに機能性を乗せたチェアテーブルを今回提供してきたということです。なのでかなり格段にこのチェアテーブル自体の使いやすさというものは進化していると。いや、私もこのチェアテーブル見る前に純正のチェアテーブルつけようかと思いました。で、ノアボクシーの場合、SZ の場合だと左側にオプションでつけられるわけなんですけれども、まあ、それもつけようかなと思ったんですけど、まあ、価格も結構高かったりしたんで、いいかなと思ってたんですけど、まあ、たまたまこのチェアテーブルをまあ見つけて、まあ、これ自体は非常に安くて、まあ、だいたい5000円ぐらいで買えるものなので、まあ、2台買ったとしても1万円ぐらいなんです。なので、すごく値段も安いし、使い勝手もすごくいいし、スマホも置けるし、まあ、子供が絵を描いたりする目的で私これ買ったんですけれども、絵もちゃんと描けますし、物が脱落するっていうこともないですし、まあ、そういった機能性とか価格面でも含めていいなと。で、マックスインサーの商品って結構外しがないです。私も結構マックスインサーの商品いろいろとレビューさせていただいてるんですけども、全く外しがない商品。なので私もあまり今も自分でいろいろ使っていたりします。3連のシガーライターソケットであるとか、あとは2列目のセンターコンソールボックスであるとか、まあ、そういったものも使ってたりするんで、結構こういったユーティリティ関係のグッズ、カー用品、すごくマックスインさんはいい商品を出してきますんで、まあ、質感も結構高かったりしますんで、これはかなりお勧めできる。で、なおかつノアボクシー、チェアテーブルついてませんので、まあ、こういったチェアテーブルを導入するのもすごくいいのかなって思います。で、しかもですね、チェアテーブルなんですけれども、3列目にも実はつけることができます。まあ、そこを今お見せしようと思います。はい、今私3列目に座ってるんですけれども、このようにノアボクシーの場合ですと、3列目にもこのチェアテーブルをつけるということができます。ステップワゴンに関しては残念ながら、このヘッドレストのこの部分、シャフトの部分があるんですけど、このピッチがもうちょっと狭くなっちゃってます。なので、つけれないんですけど、このノアボクシーに関しては若干こう広くなってるんで、つけれます。なので、3列目もチェアテーブルが欲しいとおっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあこうやって大人が座っても全然、この膝の部分のクリアランスっていうのは、まあ結構ギリギリだったりするんですけれども、まあ、子供さんだったら全然問題ないですし、こうやって作業することも普通にできるし、携帯を見たりすることもできます。で、このチェアテーブル自体を畳むときは、こうやって畳んじゃうんですけれども、畳めるんです。こうやって。こうやって畳むことができますし、かつ、これは高さももうちょっと高くしたいよっていうことなのであれば、ここにダイヤルがついていて、このような形で少し上げることもできます。こんな感じで。そうすると、もうちょっと高い位置になる。で、そうするとこうやって傾いちゃうんですけども、その分、ここのストッパーの部分を少し短くしてやれば、このような形で、で、調整してあげればいいと。まあ、もうちょっとこの辺です。こういった、感じで調整
はい、こんな感じで調整ができるので、まあ、こんな感じで膝のクリアランスなんかもしっかりと調整できるし、でこの状態だと残念なのは、まあ、引っ掛けることがちょっとできないっていうデメリットもあったり実はするんですけれども、まあ、高さ調整っていうのは、まあ、ここですることも可能になります。はい、なので、まあ、お子さんとかでしたらもうこの高さ位置っていうのをもうちょっと下げてやれば OK ですし、まあ、そうすることによってこういう感じで格納するということもできるということなので、こういった使い方も3列目でもチェアテーブルが使えるというメリットが、まあ、ノアボクシーにはあるということになりますので、まあ、これ4つセットで買って、で各シート、まあ、2列目以降になりますけれど、2列目以降を各シートに1個、まあ、用意してチェアテーブルをつけてユーティリティを充実させると、まあ、いうことも全然ありなアイテムになるということで、これは非常に使い勝手として機能性として高くなるアイテムなのではないかなと、まあ、思います。はい、ということで、まあ、今日はこれプロモーションビデオということではなくて、まあ、冒頭でもご紹介したんですけども、私自身が、まあ、ノアボクシーを購入するにあたって、まあ、2列目のチェアテーブルがないので、まあ、新たに自分は、まあ、これを、まあ、購入したと、まあ、いうことで、まあ、今日はノアボクシーにつけたら、どういった機能性を有するようになるのかということをお伝えさせていただきました。当チャンネルでは、車及びカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また、最近は車の装備等も紹介しておりますので、ぜひ興味のある方はそちらも見てください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画の運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。